こんにちは、ゼキザップです。今回は YouTube のチャンネル登録者数が3000人を達成したということで、一つの節目ということでね、こういった動画を撮っております。YouTube のね、チャンネル登録者の節目っていうのは、まずは100人、その後は1000人、3000人、5000人で、1万人、10万人、100万人っていう、一つの基準があるんですよね。100人達成すると、YouTube の方からおめでとうございますっていうメールが来たりして、すごい嬉しいんですよね。でその後の基準、1000人っていうのは、皆さんもね、簡単に想像できるかと思いますが、収益化の基準ですよね。でそれ以降は、明確な基準はないんですけど、一応3000人っていうところがね、YouTube チャンネルの全体の、ね、6% に値しますよというところで基準となっております。でそれ以降の5000人、1万人というのもね、単純な割合の話になってくるんで、一つの目標となっているところですね。自分の場合はね、動画の都度チャンネル登録よろしくお願いしますとは言ってはいないんですけど、それでもね、ある程度人数は意識して運営してきたんで、こういうふうにね、節目を迎えることができて非常に嬉しいですね。ここまで応援してくださりありがとうございました。これからもね、5000人目指して運営していきますので、よろしくお願いいたします。人数ね、増やすたびに過激なことをやったりとかね、ネタに走ったりとかはせずに、こういう風に、いつも通りツーリングしながら、風景とかね、そういったところを見せて、疑似体験してもらえるようなところをね、重視していければいいかなと思いますんで、スタイルは変わらずにやっていこうと思います。で、この辺のね、映像も、前回出した万沢林道の帰りですかね、その辺のボツになった映像部分をね、供養している感じになっておりますね。今回はね、こういった風景について語るわけではなく、普通にチャンネル登録、3000人達成したっていう節目を迎えて思っていることと、あとはタイトルにもね、あります通り、3000人というところでね、記念に作ったものもありますんで、そういったところをね、PR できればいいかなと思います。ただ映像的にはね、もう少し供養してあげたいんで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まんじゅう屋の方まではね、とりあえず紹介したいなと思っております。こういったツーリング動画をどんどん上げていくスタイルって、なかなかチャンネルのね、登録者数が増えていくってことはないんですけど、ここまでやっぱり3000人くらだっていうのは、本当にね、皆さんのおかげだなと思ってます。ね、一人の登録者が他の人にね、こういったチャンネルがあるよって伝えてくれるおかげで、どんどん広がっていくんだなっていうのをね、すごい感じております。最近では、ホンダウォーター販売とかバイク屋さんと、コラボしまして、イベントの方に出席して、視聴者の方と、触れ合う機会もありまして、今までね、こう自分も動画内でそんなに出てくるタイプじゃないんで、一応ね、探すと若干自撮りしてる部分もあったりはするんですけど、ほぼ運営者が謎っていう状況ではありますが、実際に会ってみると、大したことない人がやってるということでね、見つけた際はね、気軽に話しかけてもらえたらいいかなと思います。ということで、動画的には最終目的地の沢渡温泉到着しましたね。ここ初めて来るんですよね。ここに唯一のおまんじゅう屋さんがあるということで、その辺を買って帰るっていうのが、今回の万沢林道ツーリングの締めになっておりました。ここのラーメン屋も気になるんですが、こういった群馬県内の飲食店を巡るとか、そういうのも、ぼちぼちとね、やっていければいいかなと思います。今はね、景色優先で走っていきますんで、よろしくお願いします。なかなか外観がレトロですよね。それではおまんじゅうも買えたんで、これからね、帰っていくわけですけど、この間先の映像はね、3000人の記念で作ったものの PR、タイトルにもあります通り、ステッカーの方を作りましたんで、その辺の PR をしていきたいと思います。ステッカーの方は販売ってわけではないので、安心して見てもらえたらいいかなと思いますので、近くの方はね、ぜひ、お店の方に置きますので、取りに来てもらえたらいいなと思います。やっぱりね、ステッカーを売るってちょっとないなと個人的には思ってるんですよね。あれって原価言っちゃっていいのかな、原価って、60円とかそんなもんなんですよ。でそれを、結構 YouTuber の方とか500円800円とかで売るじゃないですか。いや、ひでえ商売してるなと思いながらね、見てます。やっぱり目先のお金にとらわれちゃダメですよね。なのでこっちはね、マイペースにやっていきましょうかね。はい、ということで、こちらはチャンネル登録者1000人の時に作っただるまですが、今回はね、3000人でこういっただるまを作ったわけではなくて、皆さんにね、配布できるようにこういったステッカーを作ってみました。ゼキザップステッカー、こちらもね、先輩の方にイラストをお願いしまして、新しくね、作ってもらいました。後ろにはね、だるまが載ってます。こんな感じですね。
で枚数の方は100枚ですね。まあ、こういったステッカー初めて自分作ったんで、まあ、どうやってなんだろう発注してみたらいいのかとかそういうのもよく分かんなかったんですけど、まあいろいろ苦戦しつつ、まあ、耐候性のある素材でラミネート加工されたものを選びました。ちょっとね、これは無料配布という形にしたいんで、ちょっと枚数は少ないんですが、まあさすがにね、うん、100枚あれば、うん、足りるかな。まあ、自分の1ヶ月分の YouTube の収益ですかね、その辺でできるのが100枚ぐらいが限界だったんで、そうなってます。まあ、サイズ感については直径5センチのサイズになってます。まあ、この辺は自分が過去にもらったステッカーとかですよね。まあ、こういったいろは堂のステッカーとかと、あとはね、まあ、バイク、ライダーズカフェとか行った時にもらったステッカーとか、あとは、まあ、中国人とかとね行ったバイク神社ですねのステッカーとかね、その辺を見つつ、まあ、バイクにこうあてがいながら、まあ、どれぐらいがいいのかなって見たら、まあ、そんなにこうねでかすぎても邪魔だなと、で小さくても、まあ、目立たないなということで間を取って5センチとなってます。いやなんか、うん、自分のグッズっていうんですかね、まあ、こういったものができると、うん、まあ、ここまで来たんだなとしみじみとね思うところありますね。うん、じゃあこれちょっとね、まあ、自分のバイクの方にも貼りまして、で、まあ、面識のある方には直接お渡しするとして、あとはどうしますかね、ちょっと店長のところに置けるかどうか相談ですかね。もしくは、ライディングスクールとかそういったイベントとかで配るとかもいいかもしれないですよね。さあ、ハンターカブの方は屋外用のやつですけど、一応ね雨に濡れにくいところに貼っときました。いい感じですね。ということで散歩がてらウォーター販売ですね。まあ、これを店長が受け取ってくれればいいですけど。じゃあこんにちは。関さん。じゃあ店長にお願いしたいことが。お。ステッカーを作りましたんで。もしよければこれを。すごい。お店に置いてもらって配布してもらえたら。すごい。いいんですか。はい。こんな。ちゃんとラミネート加工されてるんで。ガーッ。すっげえ。出来がいい。これはレアモンですよ。これはレアモン。なので、まあ、いつものメンバーと、まあ、プラスで多分20枚ぐらいはいけるかなと思いますので。そうすか。まあ、お店の方に他のお客さんも来てもらえればと。了解しました。これはみんな喜んじゃいますんで。お願いします。これね。こんな感じで今回は3000人記念のステッカーを作ってきたわけですけど、まあ、実際にねお店の方に行きましたら、まあ、ちょうど視聴者の方もいらっしゃったので、まあ、直接お渡ししたところ、まあ、質感とかその辺は大丈夫そうだということで一安心しました。あと何より、まあ、すごい喜んでくれたっていうところに、ね、直接見れたのが良かったですね。やっぱ作って良かったなと思いますよね。で今回ねこういったものを、まあ、遠方の方には届けられないというのがすごいねちょっと残念な感じになってるんですけど、まあ、必ずね自分も遠方の方までね、まあ、関東にとどまらずに走っていこうと思いますんで、まあ、いつかどこかでお会いした時に手渡しできればいいかなと思っております。まあ、その辺はツイッターやインスタグラムやっておりますんで、まあ、ツーリングの際はね今どこにいますよとかやっていますので、まあ、ぜひね、うん、襲撃してもらえたらいいかなと思います。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、これからもねツーリング動画どんどん出していきますので応援のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。